英語の塾があるため30分にします。昨日もウキウキ3人の写真もおたんだけあそこで笑った。そうなの。昨日のタタスタジアムのグランパスさんのイベントありがとうございました。レインボーの星ありがとうございます。そうなんですよ、塾もあるんか。あるよあるよ。英語塾も正解じゃ違うって。だから今からは歯医者だった夏休みはいつまで。8月です、まずです。そう、昨日トヨタスタジアムの中って室内じゃなくて屋外、普通に外だから全部気温とか関係してくるじゃん。だからリハーサルもやったんですよ。そう、あの頃の君を見つけた踊ったので、リハーサルもしたんですけど、モバイルメールにお弁当を食べてる写真を送ったのは、あれはリハーサルをした後の写真なんですけど、もう暑すぎて外が肩が暑すぎて前髪がああなったのうねうねうねって。そうで、なんですよ。で本番前にまた前髪をやり直したんですけど、もうももじゃあのうねうね加減は直せなくて、前髪のこんな風になってたのもう直せなくて、普段は前髪だけは自分でいつもやるんですけど、昨日はメイクさんにお願いしました。ごめんなさい、うねうねすぎて直せないですねそう、ここここここん、マリエンコのアカマン、ありがとうございます。もうぜひモバイルメールの写真見てください。だるまありがとうございます。そういうヘアスタイルなのかと思ってた。違うよそろそろタンプレイマスマモモの、ありがとうございます。モモちゃんの前髪を見れば気温がわかる。ほんと昨日お疲れ様でした。こっそり見に行きました。めっちゃ見えてたよめちゃめちゃ見えてたよ。うちはもうありがとうございますね。でもモモは晴れ女でした今もまぶいたけどほんまやでしょ。嘘はつかないからね、もう晴れ女です。モモが晴れ女なのかてるてる坊主さんがすごいのかわからないけど、いいね、ありがとうございます。けどね、ママとかはなんか雨めっちゃ降ってるって来たんですよ LINE で。だからトヨタスタジアムの方も降ってるってそう LINE が来たんですけど、もう昨日一回も雨に濡れてないのそう、一度も雨に濡れずに一滴も全然雨に濡れなかった。一回も一回もだよ、本当に一回もだよ。もう見てないもん昨日雨はそう、めちゃめちゃ嬉しかったです。てるてる坊主さんのおかげですねね、そう、晴れ女でしょ。めちゃ雷雨が出そうなんだ。てるさんもおです、ありがとうございます。そう、やっぱももはてるてる坊主を作ると入れるということが分かったんで、ももたんの日頃の行いがいいからねそれはでもあんてるてるはどうした、今も部屋にある 2,3 個落ちてる床にそうね、昨日のイベント本当に楽しかったです。ももはあの頃の君を見つけたを踊って、で踊って終わって手振りながら帰って、それで次にハーフタイムの時にこっちから ここから出てきて、1階のここのここをコートの外側のここを回ってスタンドの方に手を振ったりしました。そう、おっ、久しぶりに来ました、ありがとうございます。試合を見てないの。そう、なんか試合は生では見れなくて、でも学園に
画面があって、そう画面でサッカーを見てました。生では見れなかったです。一周したの、一周じゃない4分の3ぐらいそう、なんか2チームに分かれてたんですよ、あの回るのが。そう分かれてて、でそうだから一周はしてない、4分の3ぐらい回りました。こっから出てここら辺まで曲がったなんでほんとだってほんと4分の3ぐらい回ったどこやん。だからここら辺、なんかあの入り口のここら辺からもう一個の入り口のここら辺まで行った埼玉の現地の東海で初めましてします。ありがとうございます、とても嬉しいです。待ってます、埼玉でわかりませんもしかして一周とか本当。ブログにもね載せ、ブログもあのトヨタスタジアムのことを書いたんでぜひ見てください。そう全部ね、もうどこ移動するにも楽屋からその何楽屋からあのコート何サッカーコートっていうの、ここの皆さんの前に出るまでもめちゃめちゃ遠くて、そう広いからコート、え違う、あサッカーグラウンドそう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 かもタコさんありがとうございます。そうグラウンド、グラウンド、ピッチ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 、そうそれです、それです、それそれです。そこに行くまでも遠かったし、あとももがあの一番こ迷子になっ、迷子っていうか迷ったのは普通に手を洗いに行こうとしたんですよ、うん、メイクとかするとさどうしても手にさキラキラとかがついちゃうじゃん。だから手洗いに行こうとしたんですけど、そしたら手洗うところに全然たどり着かなくて全然さ、なんかこっち右に曲がってみたいなやつ書いてあるじゃん、楽屋からそう手洗いに行くところまで全然に全然難しくて、なんかもう覚えたの、楽屋まず出てまっすぐ来てでこっち曲がって忘れたけど長かったのそう広いから長かったんですよそう一人で行ってない、一人で行ってない、そう普通に一緒に行かないって言ったら行くって言ったから、青海さんとあーやと3人で行きました3人で行っても迷いました、忘れてるやんだってだってそう3人で一緒に行きました、でも迷いましたがやばい、何なんで、頼りにならないみたいなあれそんなに広いんだ、そうなんですよ、広かったです、結構参りましたね。で一人でモンモン行ったんですよそう踊ってから一人で行った時は普通に迷って何回行っても覚えられなくて、一人で次行ったんですよ。そう一人で行って普通に迷ってこれはやばいぞと思ってそしたらなんかマネージャーさんがちょうど後ろにいて、そうついて行ったらたどり着きました、よかったですそうだから多分そのマネージャーさんがいなかったらもう今ここにいないかもしれないそれはないかそうです、でよかったです、めっちゃスズメ泣いてる上かなそうそうだよ、矢印なかった
った。矢印書いてあってもなんか違うもん。いや違うかわかんないけどそうね、そうですよ。帰ってきてないと大事だ。大事初見さん、スキーホテルとチームSの14歳の平野モナです。来てくれてありがとうございます。スズメの声す聞こえる、ね、とにかく楽しかったです。お菓子落としていくかお菓子落としていくの。そういえば27日を超え当たりました。おありがとうございます。待ってます待ってます。ちょっと久しぶりですね。もうお会いします。ありがとうございます。踊ったの、踊りましたよ昨日は。スマホで録画しながら歩くとかね。でももうさ、そういう道も覚えられないから多分電車乗れないんだろうねって思った。昨日って昨日の髪型はここから編み込みして、よくやってる髪型です。ここから編み込みして、でここら辺で編み込みもうできませんよみたいな位置になったら、あのちょっとここら辺まで三つ編みして、でここら辺まで三つ編みしたらここで結んで、で負けないからそのままストレートなんですけど、あの三つ編み込み三つ編みハーフスインみたいなやつです説明が独特で長い難しいんだもん、あの髪型の説明。名前なくない、なんか編み込み三つ編みハーフみたいなですた分かりましたか良かったです。須田さんの衣装の感想は、え、なんかフィッティングがあったんですよ。フィッティングってあのなんか試着、そう、そのイベントの前に、あのこの衣装はちゃんと入るのでしょうかみたいな、そう確認があるんですよちゃんと。でその確認まで、あの誰の衣装を着るのかとか、あのどんな衣装を着るか知らなくて、レモンの人ありがとうございます。そう、それで何かなと思ってワクワク しながら行ったら、なんとあの頃の君を見つけたの新曲のスターさんの衣装で、とっても嬉しかったです。え、そうだよ、ちゃんと須田あかりって書いてある。絶対その時飛び跳ねて喜んでるでしょ。いや、もしかして見てた全くもって合ってるんだけど。ハートありがとうございますね。ハートありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです。切れたからちゃんと切れましたよ。そう、入るが不安だったの、須田さん細いからね、ほっ、ってそう、ちゃんと入りました。後ろのチャックが閉まったので切れました金魚の金魚好きありがとうございますそう、レモンの星ありがとうございます。入ってえ、なんかお腹へこました。じゃあ普通に入ったからねね、普通に入った細いメンバーの衣装渡されがち。そうだよそうだよ、近所の中学生でも着れるのか昼食抜きで来たねみんな失礼だから確かに細くて着れるかなと思ったけど、ちゃんと一応着れたから、安心して、安心してください、着れましたもしかしてもっと細いの、それはわからんはい、830日ありがとうございます。歯医者さんの帰りに出ましただけの絵です。もう最近もう車に乗ったら一瞬で寝れるんですよ。
車に乗ったら一瞬で寝れて寝たよっていう絵です。雑ってなってこうなるでしょうね。こうなるよ。ハートありがとうございます。安らかな寝顔落ちがな、落ちもないもんだよ。だって寝たってテロップだもんそうだよ寝たら一瞬であげた。違う、そういうことじゃないって。前は運転するの寝れません。でも運転もしてみたいなもん。まだ年齢が足りないけど生きてる、生きてるから5秒でかける。すげえね、もうちょっとかかったよはい、830日ありがとうございます。寝たら膨らんだ、だからもともと膨らんでる髪の毛は描いてもろって謝らせてもろってね、連続配信はいつまで続けられるだろう。そう、修学旅行で前からずっと毎日配信は修学旅行で切れますよっていうのをずっとみんなに言ってたんですけど、本当に毎日アイドル始めた頃から、そう、中学2年生ぐらいの時も3年生になったら途切れちゃうよって言ってたんですけども、もうそんなのもう気にしなくて良いぐらいのいいものが出まして、なんか毎日アイドル、毎日アイドル続けられますよ、これでいいですよ、続けていくことができますよチケットみたいななのが出て、3回か2回ぐらい使えて、なのでこれでもう、そう、修学旅行でも大丈夫になったんです。だから修学旅行の時にそのチケットを使えばグッジョブー。でもそのチケットの使い方わからない3枚か、ありがとう。仕事終わった、お疲れ様です、来てくれてありがとうございます。1週間の始まりって疲れるよね一番勝手に使う、あ、そうなの？勝手に使われるの？そうなの？じゃあ毎日アイドルやっ、そういうこと？なんかさ、もう、じゃあ例えばだよ、もう毎日アイドルやめますってなったとするじゃん、絶対ないけど毎日アイドルやめますってなったとして、で、もうやめますってなっても、そのチケットは毎日アイドル、あ、この子やってないなと思ったら自動的に追加されるの？じゃあさ、別にさ、でももはさ、修学旅行でさ、できませんとかさ、誰にもさ、言わなくてさ、勝手にさ、誰かのどこかの方がさ、やってくれるの？ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。たくさん確認した方がいいよね、やっぱそう一応確認した方がね、やっぱそうだよね、ありがとうでもとりあえずももが今の結論で言いたかったのは、できますよってことですそうです、お仕事終わりました、お疲れ様です。見に来てくれてありがとうございます。明日試してもったいないよどう、よかったです。なのでまだまだ続けれますっていうご報告です。でした。今日はメイド服、違うよ、こういうね、なんかっぽいけど普通のワンピースみたいな感じです。ここは派手なんですけど、ここはもう普通のもう黒のパーンって感じのワンピースです昨日のトヨタスタジオもとても良かったです、ありがとうございます。そう、あんな感じのね、イベントに参加させてもらったのは初めてだったのでとても嬉しかったです。でもめっちゃなんか手振ってくれたり、普段の劇場って、劇場とかコンサートとかってなんか写真って撮れないじゃん、だからなんかあんなにファンの方とか、カメラマンさん以外の方にあんなにカメラを向けられた
経験があんまりないから、なんかいろんな方がいろんなところからどんな感じで撮影してくれてるのか分からないんですけど、そういろんなところから写真を撮ってくれてて、後からツイッターで見たらめちゃめちゃいい写真を撮ってくれてたり、なんかもうこんな、なんか分かる？なんかもう望遠鏡、双眼鏡みたいな大きさのカメラで撮ってくれてる方もいて、分かる？なんかこういう感じの分かる？モモのイメージ、あのモモの説明分かるかな下手なんだよね説明、こういうやつバズーカ分かる分かる、あ分かるそう、こういうカメラであの撮ってくれてる方もいて言いたいことは分かるでしょそうそうそう、棒双眼レンズふんふんふん、望遠ってやっぱそうもうさ読み方絶対違うよなとか思って読んでた望遠レンズ、望遠レンズ OK ごめんめっちゃ簡単な漢字読めなかったねめちゃめちゃ簡単なさ漢字読めなかった、小学4年生ぐらいで習う漢字読めなくなっちゃった、そうなんか賢すぎると多分ね、あのこれはこういうのかなっていろいろ考えちゃって逆に読めなくなるんですよっていうことにしたいがそこまで読めないとは違う違う、普通に読める読める、誰がやね、ごめんごめんごめんなさいごめんなさい、もう嘘つきましたごめんなさいすいませんでした、嘘つきましたごめんなさい、嘘つきましたすいませんハートありがとうございます、わざわざそうそうなわけないよねハートありがとうございます、で歌わないの、歌うかはい、歌います。フルでしたが、あ、昨日のあの頃の君を見つけたわ。昨日はワンハーフ、1番だけ歌いました。歌って踊りました。それでは、歌ってます。リクエストしたんですがね、そうリクエストしてくれてたからそれ歌うね、そう僕らのバリュー、僕たちの僕だけのバリューをリクエストしてくれてたのでそれを歌いたいと思います。赤サタナハヒフ、まだまだだ、ハヒハハヒフヘホでしょ、ホでしょ、フヘヘホホホー、うーん、まだ僕だけのバリューですね。はい、バリューセット違うよ。え、なんか止まっちゃった。あ、止まってない。もういつもさカラオケの音量をさ、音量っていうかさカラオケを設定すると止まるんだよね、ももが。それでは聞いてください、平野モナで僕だけのバリュー。あー、OK、
とうございました。イヤホンは抜きませんで、ありがとうございます。ということでランキングを読んでいきたいと思います。で、ありがとうございます。30分過ぎてます。それなみんなめっちゃどうでもいい情報聞いていい？もうの部屋の温度28度になったこの30分で3度下がった。ごめん、どうでもいい情報でしたで、ありがとうございます。おっぱいありがとうございます。ハートありがとうございます。金魚すくいありがとうございます。手ありがとうございます。ハートありがとうございます。ミラーボールキラキラキラーありがとうございます。ちょっと下がったでしょでしょ。今日のモータン可愛すぎる。一文字間違っているよ。今日のじゃなくて今日もだよ。ごめんなさいごめんなさい。ありがとうございます。可愛いって言ってくれてこの方に可愛いって言ってくれてありがとうございます。本当に嬉しいですなんかわかんないけどありがとう、ありがとう。はい、何するんだっけ。あ、ランキングだ。はい、ランキングまーす。13位のうさちゃんがにんじんかじったらまたの方ありがとうございます。今日もショールームで前がベタベタだってさ、塾の先生言われる。何してきたんですか。ショールームで話してきました12のお疲れのボタンの方ありがとうございます。今日も丸いいいって丸いわ11のちゃんちゃんが一枚に野球したボタンの方おかげこれは期待十分だぞ。ヒット、ありがとうございます。注意てんてんのふいちゃんのボタンの方ありがとうございます。うん、考えてないプライベートなんで。え思い出して思い出せなかった9位のたこさんです。ありがとうございますありがとうございます。8位のもの得意なアバターの方ありがとうございます。きっとかいそういう日もあるさラッキー7の須田さん出た。須田さんのアバターの方ありがとうございます。猫かぶらずにタコ猫かぶらずにタコかぶるアイドルだって間違ってはいないよね6位の須田さんの豚の方ありがとうございますうまいねうまいよ。それはもう98点ぐらい5位の須田さんの豚の方ありがとうございます本日のマウント3でした。しかも3連続。4位の平野オーナーのボタンの方ありがとうございます最高や3連覇でしたね。はい、3位のトップ10のおボタンの方ありがとうございますもう失礼します。ありがとうございます。2位のマルタのおボタンの方ありがとうございます。はい、では、はい、では、今日の1位、サンキュー、モモナー、オー、センキュー、ベリーマッチ、オー、グッチョー、イエーイペンポンパンポーン、いってくれ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 、じゃんモーターの98点は最高のバリ、ありがとう。今日の1位は、の、ワンちゃんが一応前にサングラスしてイケメンみたいなアバターの方、ありがとうございます。ありがとうございます。英語合ってる。それは当たり前だよ。だってもう英語の塾を通っているんだよ。おいしょおいしょ。 Thank you ももな。 Oh thank you イエーイ。ありがとうございます。こちらこそ Thank you very much。
簡単な英語しか使ってない。サンキュー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 イエイサンキュー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 。当たり前で強気に出たらよく堂々と言ったらすいませんすいませんでした、ごめんなさい。お願いします。せーの、 L O V E のワンちゃんの1枚のおもての方、ありがとうございます。いきます。数学の英語塾も行った方がいいんじゃない？数学か、数学はでも九九できれば大丈夫。はい、星もギフトもありがとうございます。5680人の方、たくさんの方見てくれてありがとうございます。今日の大富豪はちょっと待って、20時半から21時40分までやりたいと思います。ももは大富豪です。ぜひ対戦よろしくお願いします。イヤリングはこちらです。ちょい大人っぽいはい、20時半から21時40分までやりたいと思います。ぜひ対戦よろしくお願いします。本当に朝早くから皆さんたくさんやってくれて本当に本当に本当にありがとうございます。築63、それぐらいはできるよ仕事終わらない、頑張って。まだお仕事の方もいるかもしれないけど頑張ってください。それでは今日も見てくれて本当にありがとうございます。それでは2人します。左手出して右手出して、せーの、2人ありがとうございました。バイバーイ。英語チェックファイ頑張るね。5800人の方ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。